こんにちは、岩名ヴィトンのヴィトーです。今日はカメラマンの中島康介さんにインタビューをさせていただきました。どうやってカメラマンになったのか、いや、どうしてカメラマンという職業を選んだのかを聞きました。どうぞ。こんにちは。こんにちは。今日はカメラマンの中島康介さんにお話を聞かせてもらうためにやってまいりました。中島康介です。中島さんの説明はホームページとかないですね。今独立したばっかしだから何も今ない状態です。なんか適当に調べて適当に載けといていいですか？あ、全然もっとピースモンキーとか。ピースモンキーのホームページももう載ってないんですか？今年からなんで独立が。気持ちいいですね。なんか気持ちいいですね。なんかその一回まずカメラマンになったと気持ちいいじゃないですか。その後卒業してまた気持ちいいっていうか再スタート。そう、はい、喉が渇きます。カメラマンになるまでみたいなのを聞いた。カメラマンになってからのなんかこうしたらうまくいったよとかこうやったら失敗したよみたいなのも聞きたいんですけど、うんうんうん、でメインはなんかこういつ写真のことを知ってとかどのタイミングでカメラマンになりたいなと思ってその道に行き始めたかとかを知りたいんですよ、うん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 、カメラマンになるのって、うん、なれるかどうか分かんないじゃないですか。まあでもカメラマンってほら免許がないからみんなカメラマンになれますけどねいやみんなカメラマンですよ。とはいえでもなんか うまくいくかどうか分かんない。だからそれを職業としていけるかどうかっていうのがまあ難しいんですけど。そう難しいし怖いじゃないですか。そうですね。だからよくその決心でどうやってどのタイミングでしたのかなとかどういう理由でしたのかなって知りたいんですけど、はいはいはい、写真っていつから撮り始めたんですか？写真は大学進学の時に、まあ、進路あるじゃないですか、はい、高校、まあ、大学どうするか就職するかみたいな。で僕、まあ、就職しようかな、まあ、普通にやりたいこともないし、うん、まあ、何でもいいかなと思ってたんですけど親が大学ぐらい出ろっていう話からいい親でもかといって僕その普通の経済大学とか行っても、はい、まあ、辞めるのが落ちたなっていうのももう分かってたんで、はい、まあ、かといってねやりたいこともないしどうしようかなって思ってる時に、はい、実家が写真館なんですよ。でそこで初めてまあ実家の手伝いをした時に普通の写真館なんで、まあ、成人式とかそういう写真が多いんですけどメモリアルな写真じゃないですか、まあ、ブライダルにしても、うん、なんかすごい素敵な職業だなって思ったんですよ。その人たちの一生の写真の思い出の、ね、お手伝いをできるっていうのは、はい、って思った時にあ写真を一回ちょっと見てみようかなと思ってとりあえず大学を調べたら4つあるんですよ、はい、日本に4大の写真学科が4つあるんですけど、はい、その中の一つに、うん、まあまあ行ったっていう浅はかな。子供の頃から写真撮るのが好き？もう全くです、ね、あ、そう家が写真館あんま関係ないんですね。じゃあ関係ないですね。むしろ実家が写真館っていうのが嫌でしたね。常に親がいい学校にいるみたいな。だから何か悪さするとすぐ親にもね報告が行くっていうでぶん殴られるみたいな当時ね当時ですね。フランク DV、はい、お手伝いし始めたのはいつなんですか？卒業前ですよ。だから受験があるんでだから進路を決める時ですね。だから部活が、選手権サッカーやってたんですけど、はい、12月前かで終わるんですけど、はい、そこからですね、まあ、まあ実家に来るじゃないですか。でそこで手伝っただけです。だから2回ぐらいですね手伝ったのは。そこで決断するっていう。あとなんか響きがいいじゃないですか、芸術学部っていうちょっと浅はかな考えですね。将来食っていけるかなとかそういう不安とかは別になかった？はないですね。もう全くそういうのはだから将来カメラマンになるとかそういうのは一切考えてないです。考えてないです。なんとなくただ響きが芸術学部かっこいいな。で親もイケイケって感じで。そう親はほらやっぱり同じ道なんでまあまあそこはもう快く出してもらいましたけどで実際4年間写真も撮ってないですし僕いわゆるその作品作りなんていうのも一切やってないし、ただその学校の課題をこなすみたいなっていう感じでした、ね、普通の大学生ですね。普通の大学生ですそのまま4年間普通にまあ留年もせず大学生の頃何してたんですか？何してた？その暇な時バイト麻雀合コン結構大丈夫に適当な。いや本当そうですね本当そうです。僕大丈夫ですか本当にこんな話いいと思う。面白い質問だってなんかイメージお家が写真家っていうのも聞いてたんで子供の頃から割とこう写真とかカメラに触れ合ってて大学もその芸術学部っていうのもなんかお伺いしてたんで作品撮ってみたいな一切ないですじゃあもう本当麻雀してお酒飲んでそうもう普通の大学生ですね。ちなみに課題ってどういうの出したのか？課題はまあでもいろいろですよ。その、なんだろうな。もうだいぶ昔の話なんでね。だ一番頑張ったのは卒業制作ですね、やっぱり。僕はヌードを撮らせてもらって、ドキドキしましたけど、やっぱり。うん、初ヌードですか？初ヌードですね。もうすごいなんかドキドキしますね、こっちも。ドキドキしました。22歳のね、僕は。
まだウブだったんで恋人じゃなくて本当普通の友達にもうお願いして、わあすごいドキドキする、いや本当ドキドキしましたよあの時は。え、友達、まあ、友達ですね。え、それめっちゃドキドキしません？全然関係ない話だけど。そうですね、一番電話かけるじゃないですか、お願いするわけですよ、ヌードを撮らせてと。まあ緊張しましたよね。いやそうでしょうね、その友達関係が終わる可能性もありますから。だっていや超あるでしょう。だけど、まあ、まあ普通に、まあ、心よく、僕は大学にあのスタジオがあるんですけど、はい、まあ言っちゃえばちょっとアートっぽい感じで撮りましたね。でも結構もう現像で素粒子にして、だエロというよりもまあアート、造形美ですねやっぱり、あ、まあ、体のラインとか、ね、確かに友達だもんな、エロいなそれ、友達いいっすね、よかったですね、俺も知り合い賞は取れなかったですけど、あ、その学校内の、そうそうそう、賞金も出るんですよ、20万とかじゃないですか、大学生にもでかいですよね、でかいですよね。結局360人、まあ、入学するじゃないですか。大学卒業して写真の道に進んだのは多分20人ぐらいじゃないですか。橋島さん、その写真の道に進もうと思いましたね。結局、まあ、いずれ実家に帰るっていうのもやっぱりあったんで、はい、なんで、まあ、一回九州、まあ、大学は福岡だったんですけど、九州で一番大きい写真館に決まったんですよ、就職が。で、そこで、まあ、多分3年ぐらい修行して、そこから実家に帰るっていうプランだったと思うんですけど、はい、まあ、どうせ帰るんだったら、はい、まあ、一回東京出ようかなと思って、はい、で、東京のスタジオをいろいろ調べて、入って、今に至る。帰らずに、あ、恵比寿ですよね、恵比寿、その写真館にも就職せずに、そう就職せずに、もう受かってたけど、うん、そうそうそう、受かって合格通知もらって、はい、お断りという、まあ、事態ですね、はい、で今に至るんですか、今に至る、あ、じゃあもうあれですね、あのはっきり何も決心しないままこううにょーってなったけど、そうです、すごいちゃんと食えてるし活躍してるっていう、だから東京来たのも、はい、ただ芸能人みたいとかそういう本当にいや本当そういう感じです、僕何か夢を抱いてとかじゃないです、ね、ただ芸能人みたい、結局ミーハーなんで、その、はいはい、やっぱ田舎じゃないですか、そうか、でもそれでよくそんなにちゃんと仕事してあ、だから結局仕事をちゃんと向き合い出したのがスタジオに入ってからですよね、やっぱりいろんなカメラマンさんやっぱ来るじゃないですか、スタジオだから、はいはい、まあ、いろんなカメラマンさんのやり方見て、はい、で当時はポラじゃないですか、はい、でもポラはね、まず誰よりも僕らが見るわけですよ、カメラマンさんよりも僕らがパッて向く瞬間、はい、わーってなるわけじゃないですか、はい、すごいみたいな、はい、でやっぱあの感動はやっぱ今でもやっぱ忘れられないですね。でそっから写真というものに、まあのめり込んでいくっていうか、でそっからはもう真摯に向き合いつつみたいな、そうですね、うん、いやそれまでも向き合ってないでしょうけどいや向き合ってない、全く向き合ってないです。ここで前半終了です。スタジオに入って写真に真摯に向き合い始めた中島さんがこれからどういう変遷をたどるのか後半でお楽しみください。